ラマーハーテ宮殿か。ターゲットはその中に囚われているはずだ。ラマーハーテ宮殿か。ラマーハーテは日の出という意味だ。ここはかつて王族の先進派がカブールを離れて築いた離宮。西洋の建築様式を取り入れ時代の夜明けを歌ったが繁栄は続かなかったようだ。今時を経てこの廃墟に君臨しているのはよそ者のソ連軍。見つかりやすい。迂回路を探した方が安全だが。あの兵器は一体。まだ完成はしていないようだったが。ボス、今はエミリッヒとの接触を優先するんだ。奴を失う前に真相を聞き出そう。あいつが操縦している様子はないな。
供をさらって兵士に仕立て上げる。子供たちは戦闘しか教わらない。やがて大人になれば自分もまた子供たちに同じことを繰り返す。銃を覚えれば兵力は大人と同じだが、彼らはまだ罪を知らない。ボス、子供たちは傷つけるな。それをやったらおしまいだ。ひどいな、こんな下流にまで原油が。そこも集落だったはずだが、完全に消失しているな。油田火災の犠牲者か。どの遺体も炭化がひどいな。煙が真っ黒だ。不純物を燃やしてるんだな。硫化物混じりの煙、その一帯では酸性雨の原因にもなってる。そんなに煙突が珍しいか。おい、何を考えてる。サンタはいないぞ。原油で汚染されてる。これじゃ魚も進めない。原油の流出を止めない限り汚染はひどくなる一方だ。油まみれの川、以前は村人の飲み水にもなっていた。ターゲットの一つ、油水分離タンクだ。破壊してくれ。爆発系の武器を使うんだ。タンク内は高圧だ。壊せば爆発する。巻き込まれるな。巨大なタンク、壊せば大騒ぎになるだろう。タイミングを測るんだ。そいつを破壊すれば施設の再稼働は不可能になる。頼むぞ。CFA の兵士だ。白人か。ウニータじゃないな。 CFA の中でも南亜本国のアフリカーナーは中核メンバー。練度も高い。今のウニータに雇えるとは思えない。雇い主はもっと金を持ったやつだろう。ソ連軍の新型兵器、それをなぜ西側の PF が。